セーブとは、8試合においてリードを保ったまま最後まで投げ切ったリリーフ投手に与えられる記録。今回はプロ野球で本当にあった珍セーブ記録を5つ紹介。あなたはいくつ知ってる？中継ぎ投手なのにセーブ記録。日本のプロ野球でセーブが採用されたのは1974年。当時の規定では交代完了投手に限りという規定がなかったため、試合終了まで投げた交代完了投手より有効な投球を行ったと記録員が判断した中継ぎ投手にセーブを与えたケースがあった。74年から75年までの2年間で星野仙一や足立光弘など7人がこの珍記録を達成。1976年に8試合の最後を投げ切った投手に与えるとルールが改正されたため、中継ぎ投手にセーブがつくことはなくなった。1試合で勝利投手とセーブを記録。珍セーブとしては野球ファンの間で一番有名な記録かもしれません。1974年8月18日、日本ハム先発は高橋直樹。日本ハムがリードの6回裏、一打同点の場面、打席にはこのシーズン打ち込まれていた助っ人外国人ジョーンズ。2球連続ボールとなったところで左のワンポイント中原勇が登板。高橋は三塁に回る。結局フォアボールを与えると、高橋は再びマウンドへ上がり、このピンチをしのいだ。高橋は先発でリードしたまま5回、3分の2を投げて勝ち投手の権利を。さらに中原からのリリーフで登板時のリードを保ったまま3回3分の1を投げて西武投手の権利を得る。当時の野球規則では1試合で勝ち投手が同時に西武を記録してはならないという規定はなく、後にも先にも1試合で勝利投手と西武を記録した投手は高橋のみである。0球で西武記録。この記録は過去に2回、共に9回2アウト1塁から登板し、投げる前に牽制アウトでゲームを終了させた。南海の金城元康と三浦正樹、南海の投手が2年連続で0球セーブを記録。意外に多い1球セーブ記録。1球でセーブを記録したピッチャーはこれまで64人、実に70回記録されている。山田久志、森慎二など6人の選手は2度記録している。中でも近藤和樹は記録ずくめ。2017年6月30日甲子園での阪神戦に9回裏2アウト2・3塁カウント2ボール2ストライクの場面で秋吉亮のアクシデントを受け救援登板。原口文人を1球で空振り三振に仕留め、1球セーブと1球での奪三振。さらにプロ入り16年目にして嬉しい初セーブも記録した。ちなみに海の向こうメジャーリーグでは2019年オリオールズのスティービー・ウィルカーソンが MLB 史上初の野手によるセーブを記録した。セーブが誰にどのような展開でつくのか、やはり野球は最後までわからない。スポーツナビ野球チャンネルではその他野球コンテンツを公開中。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。